松平金坂江は、出雲広瀬藩の初代藩主。直政啓治前末、平家広瀬藩分家初代。松江藩初代藩主、松平直政の次男。母は、九正松平忠義の娘。兄に、松江藩、第二代藩主となった、松平綱鷹がいる。忌み名の、金の字は、おいで、松江藩第三代藩主となった。 松平綱金から受けた返記と考えられるが、確証はない。明暦元年11月7日、おじの直良の娘婿となって、その相続者と目されていたが、直良に実子の直明が生まれたため、漢文6年に松江藩主の兄、綱高から三万国を分与されて、広瀬藩を立藩した。最初は蔵舞による支給だったと言われている。 親族である越後高田藩の家中にて、お家騒動が起こると、金坂江は、針馬姫路藩主の松平直則と共に、騒動の朝廷役を務めたが、これが後に、将軍、徳川綱吉の歓喜に触れることとなり、平文処分とされた上、一万五千国に所領を減らされた。あとに三万国に復帰した。藩政においては、文武両道の名訓で、 両民のことをよく考えた前世を敷いたと言われている。漢文9年、東京都渋谷区疲労の小雲寺達中の随仙山、霊仙院を混流元禄15年3月23日、家徳を長男、近次に譲って隠居し、教法2年9月19日に86歳の長寿を持って死去した。ありがとうございます。